水上ドローンの突撃攻撃で大爆発。ロシア黒海艦隊極超音速ミサイル搭載艇を撃沈させる攻撃映像を当局が公開。ロシア海軍黒海艦隊の極超音速ミサイル搭載コルベット艦イワノベツをウクライナ海上ドローンが攻撃、撃沈させた。ロシアの実効支配下にあるクリミア半島で1月31日、ウクライナ軍がロシア海軍黒海艦隊の極超音速ミサイル搭載コルベット艦を撃沈したことが分かった。ウクライナ国防省は攻撃の様子を捉えた動画を公開したが、そこには水上ドローンによるものと思われる攻撃で、ロシア艦が何度も爆発を起こし、最終的に船首を海上に突き出した格好で沈没していくシーンが収められている。同省の発表によれば、ウクライナ軍がクリミア半島南部セバストポリにあるロシア海軍の主要基地に近いベルベク軍用空港を攻撃した際に、ロシア海軍のミサイル艇イワノベツも攻撃・破壊したという。同省はソーシャルメディアに、今日の沈没船と投稿し、さらにウクライナ国防省情報総局の特殊部隊グループ13の戦士たちがロシア黒海艦隊のミサイルコルベット艦イワノベツを破壊したとも書き込んだ。船体に何度も直接攻撃を受けた結果、イワノベツは損傷を受け、船尾方向に傾いた後に沈没した。イワノベツの価格は約6000万から7000万ドルだと同省は付け加え、戦士たちをよくやったと称えた。ロシアはクリミア半島と黒海上空でミサイルを迎撃と主張。同省はまた攻撃の瞬間を撮影したものとする動画を公開した。この動画の信憑性やイワノベツを破壊したとするウクライナ側の主張について本紙は独自に確認を取ることができず、ロシア国防省にメールでコメントを求めた。これまでのところロシア側からの返答はない。これに先立ってウクライナ空軍のミコラ・オレシチュク司令官は作戦を実行した特殊部隊に感謝を表明していた。彼はソーシャルメディアに投稿した動画の中で、作戦に携わった兵士たちは胸を張って帰ってくるだろうと述べた。ロシア国防省はクリミア半島への攻撃を阻止し、クリミア半島と黒海の上空でウクライナ軍のミサイル20発を迎撃したと主張。ウクライナ軍のミサイルの破片がベルベク軍用空港近くの軍用施設の敷地内に落下したと述べたが、軍用機などが損傷を受けることはなかったという。イワノベツの破壊・沈没のニュースは、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領にとって新たな打撃となる。プーチンが2014年に一方的にロシアに併合したクリミア半島の奪還を目指すウクライナ側は、今回の戦争で黒海艦隊を重要な標的としている。クリミアはロシア軍にとって補給の重要拠点となっている。クリミア奪還のための黒海艦隊非武装化作戦。ロシア黒海艦隊は戦争が始まってから何度も大きな損失を被っている。2022年4月には旗艦であるミサイル巡洋船モスクワが攻撃を受けた。2023年9月にはウクライナ軍がセバストポリにある黒海艦隊本部をミサイルで攻撃し、報道によればこの攻撃でロシア海軍の幹部ら数十人が死亡。さらにこの数日前にはロシア軍の潜水艦が破壊された。ウクライナ国防省に近い専門からは以前、本紙に対してウクライナ政府はクリミア半島の奪還という最終目的に向けた取り組みの一環として黒海艦隊の非武装化作戦に乗り出していると指摘していた。戦争の設計が変わった。ウクライナ軍総司令官が寄稿。第二次世界大戦が終わって80年近く経つ。それでも戦争の戦略観を定義づけるレガシー・遺産は
今日まで続いている。航空、ミサイル技術、宇宙基盤の試算などで目覚ましい進展があった一方、勝利の概念は変わっていない。敵を壊滅させ領土を確保または解放することだ。それでもそれぞれの戦争には独自性がある。そして軍司令官にとって各戦争がどう形成されるか、その違いを早めに理解することほど難しい課題はない。それが私の見解だ。その一つ目の要因は技術の進歩だ。それは兵器や装備の発展を決定づけるものとなる。二つ目は国内外の政治状況と経済環境だ。勝利は独自性のある戦略を必要とし、独自性のある論理に従って実現する。この戦争の中心的な推進力となってきたのは、無人兵器システムの発展であることは周知の通りだ。こうしたシステムは息を呑むペースで増え、その適用範囲はさらに広がりを見せている。極めて重要なのは、こうした無人システム、ドローンを含む、や他のタイプの先進兵器が、ウクライナが陣地戦に引きずり込まれるのを回避するために最良の方法を提供しているという点だ。陣地戦で我々に優位性はない。こうした技術の習熟は、重要である一方、それだけが現在の戦略に影響を与えているわけではない。我々は重要なパートナー国からの軍事支援の縮小と戦わなければならない。こうした国々は内政に緊張を抱える状態にある。我々のパートナー国のミサイルや防空迎撃兵器、大砲の弾薬の備蓄は尽きつつある。ウクライナでの激しい戦闘行為が原因だが、世界的な推進草薬の不足も要因となっている。ロシアは中東情勢の展開が国際社会の注意をそらしていると気づいていて、他の場所でもさらなる紛争を引き起こそうとするかもしれない。国際社会が課した制裁の枠組みが弱いため、ロシアは一定の国との協力関係を維持しながら、我々に消耗戦を仕掛けるための軍産複合体を展開することが依然可能な状態にある。我々は敵が人的資源の動員で極めて有利なことを認識しなければならない。ウクライナの国家機構が不人気な手段を使わずに軍の人員レベルを引き上げることができない状況とは対照的であり、我々はこの点も認識する必要がある。最後に、我々は自国の規制枠組みの欠陥と防衛産業の部分的な独占状態で身動きが取れなくなっている。こうした状況が弾薬などの生産のボトルネックを生み、供給面でパートナー国への依存度をさらに高める要因となっている。我々の戦闘経験、特に2022年以降のものは他にはない唯一のものだが、それでも勝利に向けて常に新しい方法、新しい能力を探さなければならない。それが敵に対する優位性を確保する上で手助けとなる。おそらく現時点で最も優先度が高いのは、比較的安価で高い効果を発揮する最新の無人機や他の技術的手段といった兵器全般の習熟だ。すでにそうした資産のおかげで、司令官は戦場の状況をリアルタイムに昼夜や天候を問わず監視できる状況となっている。だがそれだけではない。そうした資産はリアルタイムの諜報も可能にしている。これにより24時間絶え間なく砲撃の調整ができ、標的の敵が前線にいても奥地にいても精密に攻撃できるようになる。要するに、これは戦場における作戦の大規模な再設計に他ならない。同時に時代遅れの型にはまった思考を捨て去ることも意味する。新しい作戦にはデジタル分野での創造性、電磁環境の管理、攻撃用ドローンとサイバー資産の統合運用が含まれるかもしれない。そうした作戦は単一の概念や計画のもと連携して実行される。重要な点として目標は焦点となっている戦闘だけとは限らない。敵の経済力を減退させたり、孤立や疲弊させることも目標となり得る。攻撃作戦には心理的な目標が含まれることもある。ただ、
そうした点を踏まえたとしても、しばらくの間は戦場の状況の改善が優先項目であり続けるだろう。そしてそこでは、技術が伝統に対して疑いようのない優位性を誇ることになる。こうした試算の遠隔制御は、危険な状況に置かれる兵士を減らし、人的損失のレベルを下げることにつながる。戦闘任務における重い資材への依存度も減らし、完全にはなくならないが、全体的な戦闘行為の実行を減らす機会ももたらす。さらに、重要なインフラ施設や通信拠点に対し、高価なミサイルや有人航空機を使うことなく、大規模な奇襲攻撃を仕掛けられる可能性も開く。さらなる利点については、時間が経つにつれ明らかになるだろう。ただ、当然ながら敵もそうした作戦から身を守り主導権を回復する方法を常に模索している。したがって防衛システムも常に改善が必要となる。敵による新技術の利用を想定した対抗手段も同様だ。我々の軍が抱える課題を甘く見ることはできない。それは技術的な再武装を実現する完全に新しい国家システムの創造だ。現時点でのあらゆる事項を考慮すると、そうしたシステムの構築は5ヶ月でできると我々は考えている。